最初にまず先生がなぜ建築を志したかあたりから始めていきたいんですけれども、記憶にあるのはですね、そうですね、ブルーノータートさんが日本美の再発見岩波選手になりました。高校生の頃になんかでそれ読んだんですね。そしたら建築っていうのは工学的サービスと思ったらそうでない、芸術という面もあるというようなことで、ちょっと感動いたしましてね。で、建築というものも素晴らしいなと思ったのが、具体的に建築の一番の、きっかけだったんじゃないかと思います。最初に早稲田大学に入って どんな建築家を志そうと思われたんでしょう。当時にやっぱり憧れてプロフェッサーアーキテクトと思うんですよね。建築家でありかつ、学校の教育者であるっていう人たちがたくさんいましたね。こういう職業ができたらいいんじゃないかなと、バックセンターとかっていうその辺ですよね。安藤克夫先生の、当時そういう学部では研究室ってのはなかったんですけども、いろいろなんとなく目をかけていただいたという感じだったんですね。で、当時安藤先生の助教授でですね、なんていうんでしょうかね、張り詰めた感じでね、ちょっとなんか張りでつつくとパッと爆発しそうなね、そういう心身気鋭っていうんでしょうかね。4年生卒業して就職する時も設計事務所を勝夫先生が推薦してくれて、で入ったのが、そこに問題があったんですけど、分離派の巨匠と言われてる山田守先生の事務所だったんですね。山田先生の事務所の話の前に、井上内先生とのちょっと出会いのことをお聞きしたいと思っているんですが、学部の時に井上内先生が気になっているんですか。はい、私がね、学部の3年になりますと大学で専門科目を始めます。その時に大成建設にいらした井上さんという方が初めて非常勤講師で現れて、最初の講義を聞いたんですね。そしたら、当時の大学の講義って大学の先生で、大体あんまり、実務っていうか、具体的な現場の話ではない、多少抽象的な建築の話、ところが大成建設の、設備実施設計していらっしゃった、井上先生の話が非常に現実的ね、だからとっても講義としては面白かった。で、私のクラスメートも彼の話面白いなということですね。で、その時驚いたのから、右手と左手と両方使って、で、黒板に両方手を入れてるわけですね。そしてこっちはノートするのに、向こうは2本の手でこっち1本だから追いつかないとかね、そんなことを言ってますね。こちらの山田守先生の設計事務所はどのような仕事でだったんですか。山田先生の支度が今高木町にあったんです、で、そこに来いって言われたんですね。そこでたった一人昼間ね、先生のお手伝いみたいな書いてて、その中で私一番の仕事をですね、厚生年金病院という看板を作るっていうで、今の飯田橋の厚生年金病院の看板とか、みんな独特の
書体でできてると思うんですけどね、九州の高専年院病院とかですね、入所後そうですね、半年以上だったんですかね、九州高専年院病院という現場がありました。その看護婦宿舎、その現場管理に、で向こうの現場の親に住み込みでですね、そのできる間1年くらいその仕事をして、で帰ってきた。それからって思ったら、お前は俺んとこに行っても伸びないだろうと見かけられたんですね。でどっか他へ行くとこが、行きたいとこあったら紹介するぞというようなお話があって、その一環としてですね、ちょうどその頃東海大学に建築家を作ることになって、当初東海大学の松前先生と郵政省時代の同僚だったんですね。で手伝いって言われて、で山田守先生がいろいろスタッフを集めて、お前も東海大学に行けって言うわけですね。でその時ね、学校出て大学に行って、まあもうちょっと勉強しないといけないじゃないか、すると、じゃあもういっぺん母校に帰って勉強しないし直しますよと。それで大学に、でその時に大学院にいろいろ、まあ、衣装系とか構造系、設備系の研究室があって、さてと、なんか衣装系を勉強してもしょうがないと、ちょっと設備っていうのはこれからですね、その自分も面白そうだと、そういう空間を作って、じゃあまあとりあえずということで、設備研究室にの学生になったというんですね。それがその設備との関わりなんですね。その頃はいい時代でね、たまたま日建設計の役員さんが学校を訪れてね、設備系の学生を集めてるけど誰かいないかと。でちょうど夏休みだったんですけどね、ちょうど私研究設備研究で出てたんで、ちょっと会ってみなさいということで、向こうの日建設計の役員が来ていただいて、そこで面接をして、でまあここまで設備やったから設備の実務をちょっと試してみるのもよかろうということで、日建に設備ということで入った。まだ建築構造設備っていうようなの中で、特に設備なんていうのは確立されてなかったんですね。でほとんどの設計組織が設備は設備のサブコンからお手伝いが増えてくるとか、から多少すでに設備専門の事務所がありまして、まあ、そういう人たちに頼む、まあ、そんな格好だったんです。ただ日建設計だけはその辺がですね、衣装構造設備の3人の担当者を決めて、それで仕事を進めてたんです。で接種に打ち合わせに行く時も、設備衣装構造設備の人が3人揃って行って打ち合わせをすると、その中でやっぱり設備について世襲が最も関心が深いのは、構造でもないし衣装でもないし設備的なことなんですよね。でやっぱり世襲との関わりがいろいろ多くなってきて、おそらくそういう打ち合わせをしてるところってね、あんまり当時は少なかったんじゃないかと思いますね。でその後先生は名古屋で、まあ、こうした賞をお取りになった後、東京に転勤されるんですよね、はい、で東京でいよいよ
林雄司さんとお会いになるんですけど、その時ですね、このビルをね、これもコンペだったんですね。で、日券が取って、で、まあ、実施設計に入ると、それでスタッフを集めたいといよいよのお話になって、東京に行かないかということで、で、まあ、それはもう喜んでで、あのビルの初めの、まあ、チームに入れていただきまして、で、この建物の設備設計の主任担当者になったんですよね。機械設備の、ね、電気の方がもちろんいらっしゃいました。で、その時そのリーダーが林昌司先生だったんですね。それ以来林先生のお仕事は私が一番たくさんやってたんじゃないかと思いますけどね。林さんがいつも石井先生を設備の設計者として、まあ、相談相手というかパートナーとしてこう一緒にやられたというのは、石井先生と林先生どういう相性の良さがあったんでしょうか。それは大変謎なんですけれどもまあね、人間の相性というのはそれはね、分かんないですよね。でね、そうですね、どういうことですか。あの、なんか林先生いろいろね、こういうふうにああいうふうにアイデア構想を話しになって、それでやってみなさいというようなことですね。で、だから難題を出されて、こっちはその難題に応えることが非常に生きがいというか楽しかったんですね。で、何しろ難題を出されるんですよね。それがなんかこちらのやりがいみたいなようなことでしたね。じゃあ林先生は構造の設計者にも同じような難題を出されて、あの出してたと思います。で、ここなんかも宇宙オフィス空間ですよね。スパンが何メートルぐらいあったかな。当時として結構オフィスビルとしては桁時間にスパン高いですよね。で、それをもう解決した大変だったね。そういうこう建築家と技術者の関係っていうのは、その当時はそうすると少なかったってことなんですかね。石井先生がその林先生の、まあ、林さんのいろいろ課題に答えていったから、林さんはずっと石井さんをパートナー、まあ、答えられるかどうか分かりませんけどね。まあ、結果的にはずっと林グループ担当みたいな ねことで進んでたんじゃないかと思うんです。それはその後ポーラ、IBM、三井物産、ずっと一貫して、ね、そうですね。先生が施行されたパッケージ型の空調これはどのような、なんていうか発想から来たのか。発想の基準はですね、今思いますと、私名古屋事務所にいまして、東海テレビっていう日券設計ですでに、まあ、動いてたわけですね。で、私名古屋に行って、そこでいろいろな問題、クレームが起こるわけですね。そのクレーム処理として行ってこいと。それでその手直しするんですね。そうするとそこへその小さい空調機とかパッケージのようなものを、ね、置いて処理するわけですね。そうするといろんなところに問題が起こるとですね、全部その小型パッケージを置いて処理すると半分以上がそうなっちゃう。ならこれは初めからですね、小型パッケージでもって設計をしたらいいんじゃないかっていうのが、そのパッケージシステムについての私のきっかけだったと思うんです。まあ、そう
うして実験設計で、いくつも林翔さんの作品を残されて、最後が三井物産の設計ぐらいだったんですね。そうですかね。そうですね。林さんとはその頃ですね、きっとね。その後、日経設計をお辞めになって、今度は教職の道に進んであるんですけどちょうどその昔、私アーキテクトでプロフェッサーっていうのが憧れの職業だった。あ、そうでしたね。で、その頃の塚本さんという社長がいらっしゃいましたね。とてもよく理解されてる方でね、そういう道もいいだろうと。そんならですね、実際大学なんか行くと人でもないしね、博士論文なんかも作りにくいから、うちにいる時作ってしまえよというお話だったんですよ。それで半分公認的にそのドクター論文のためのですね、仕事をやらせてもらいました。それでだから私は日建在職中にドクターの方を出して任せをいただいたんですね。それで、いや、いよいよじゃあその大学に行ってからのお話になりたいんですけれども当時宇都宮大学で、はい、で研究室はどんな研究をなさっていらっしゃったんでしょうか。もう悪かったら失礼してしまいましたけど、少し松さんなんかの勤めの私はどんな先生だったんですかちょっとお願いしますバトンタッチしますから、ここまで担当が来ましたのでそうですかね。松君はね、宇都宮の大学院の私の研究室出身なんですよ。設備をやられたんです。だから僕が印象に残ってるのはやっぱりあれですかね、講義、研究室に入る前にも大学2年以上になるとたまに専門の授業があったりする中で、あんまりその細かい話というよりはなんか大きい建築のこう骨格だったり空間の話をすごいしてるのが印象的でして、なんかこう楽しいというか、そう、建築楽しいなっていう雰囲気を、なんかこう夢がある感じ。カティーサーク号の話を活用されたのが、学生さんでは興味を持っていられちゃうんですけど、カティーサーク号ね、最後の帆船ですよね。ちょうどこの頃汽船ができてる、太平洋横断するのに蒸気船時代に変わる時なんですね。で、これがカティーサーク号がそういう大型の帆船の最後だったそうですね。そして、汽船っていうのはボイラーで蒸気を作って機械で強引に動かすわけで、どんな格好でもできるわけですね。だけどこういう帆船というのは風を頼りに動くためなんで、ね、形がもう当時の汽船と比べると、ね、全然段違いに洗練されてるんですね。で、その洗練された原因というのはやっぱり風を利用して船体や何かができてるから、で機械で動かすと船体の格好がどうあろうと強引に動くわけですね。で、建築もですね、やっぱりそういうもんじゃなかろうかと思ってたわけですね。で、その昔の建築は帆船、機械力に頼らず、環境を作ってた。だけども今、産業革命以来空調設備やなんかが出てきて、機械で、ね、建築の空間の質が守れるようになってきたら、建築の格好はどうでもいいというわけですね。そうすると建築もですね、当時の新しい建築と昔の古典的な建築と比べてみると、やはりね、昔
昔の古典的建築の方がはるかにこう感動的に私にも見えたんですね。でその違いは、まあ、昔の建築っていうのはその土地に立って土地の材料を使ってで土地のなんか文化の結晶というような格好で衣装が出来上がっていると。だから古典的建築は地域ごとに全部差もあるしね、それは差があるというのはその地域の文化とか地域の材料とか地域の気候に馴染んでるからですね。ところが近代建築っていうのはみんな世界中均一で文化するとちょうど緯線と反線に違いがある。だからこの反線というのにいろんなヒントがあるんじゃなかろうかと、まあいうことを考えましたね。その後先生はそれで宇都宮大学から早稲田大学に移られて、まあ、2つの大学の教職を取られるようになるんですが、はい、これはどちらの大学でももう教えられてた考え方っていうか基本は そこにあるんでしょうか。まあそれが一つだと思いますからね。あとは先生は どんなことテーマに、まあ実務で設計をたくさんやってきてそれで時代を先取りしたような建築の設備を設計して、それで教職を取られた先生が次に大学でどういうことをしようとしたのかということに興味を持ってるんですけど、大学に入ったら自主設計なんてほとんどないんですよね。もう数限られてる。そうするとなんか紙の上の話ね。でなんか大学の先生っていうのは教えると同時に研究もしなきゃならないと、なんか研究しなきゃいけないっていうんだけども、まあ、古い研究歴と古い研究設備を持ってるわけじゃないとできるっていうふうに思う。コンピューターと紙ですか、それでできるなんか分野はないかと思って探してたわけですね。宇都宮大学に行った時には研究室にあったのっていうのは、沖電機の卓上パソコン、当時沖電機のパソコンやったんですよねそれが1台ですよ。それでできることっていうので結局何もやったのかな、CC かライフサイクルコストの計算とかね、そういう紙の上でできる仕事が中心でございますね。IBM なども随分材料になっていらっしゃったんじゃないですか。それから IBM はね、 IBM のビル管理の方ですごく熱心な方がいて、まあ、むしろその方が中心に IBM のこの計画を、あ、そう、ライフサイクルこの辺ですね、IBM非常に熱心にやっていただきましたね。特に早稲田大学に、まあ、90年ぐらい移られてからは井上先生の研究室の後を引き継いだということで、ね、まあ、かなり重圧があったのかなと思うんですけどかつて石井先生が初めて授業を受けた先生の研究室を今度は引き受けになったという。そうですね。この頃はどんな、その頃は私どうだったの？僕らがまだ研究室入る前ぐらい、2年生の頃の時の設備の授業で井上先生だと思っていたら石井先生だったと。そのぐらいの変わりですかね。ちょうど変わり目で最初の講義を多分僕が受けた、早稲田での最初の講義を受けた、うん、ね、私の記憶はその時にいくつか面白い建築、まあ、特にその、まあ、建築と設備が融合したようなこう建物のスライドをいくつか見させていただいて、で、まあ、その時に石井先生が、まあ、これからは設備の時代が来るよというようなお話をされたのが非常に印象に残っていますけども。そうで
ですかね、省エネルギーの話とか、まあ、設備、そういう機械とかそういうものだけじゃなくて、うん、まあ、試験でもなんか当時あの省エネ法みたいな、パル CC みたいなので、これ出ますみたいな感じでもうそのエネルギーの方をちょっと特化して、そういうところを教えていただいた。今パルってね、あの改訂中でいろいろ話してますけどね、初めにはですね、パルと CEC と献立で、それで、松尾先生ですか、統合宿してて、それで、まあ、建物の建築を中心にしたパルね、それから設備を中心にした CEC、そういう詩を作った、まあ当時割合一生懸命やって、まあ、政府のために、省エネのためにね、仕事だったという記憶がありますね。その早稲田に在職中に、まあ、実は先生はちょっと話題が外れますが、ご自身の別荘を設計されていて、建主になられていて設計が先ほど話題に出た小松さんなんですけれども、ね、この別荘のことを少しお話しいただけますか。いや、それはもう小松さんにはお願いします。もう小松さんがね、実設計図面から全部お書きになってね、現場の管理、東京からわざわざね、なんか週に1遍ぐらい通われる地方でやっていただきました。小松さんのおかげでそんなものですよ。この設計は設備の考え方もとても斬新だと思うんですけど、どういう点に注意をされてるんですか。あのね、いろいろ面白いことをやりたかったんだけれども、まあ、別荘って1年に数日しか行かないわけですよね。だからいろんなことやってもあまりそれが生きてこないという、そこでちょっと力の入れようもないという設備的にはね。ただ寒いところで冷房はいらないところなんですよね。と、まあ、暖房だけは快適にしたい。それでその頃ですね、いわゆるキャリア式の空調っていうんですかね、温風と冷風でもって暖冷房をするという、風だけでやるというのが、まあ、大体世の中常識的だったんですけども、まあ、すでに床暖房とか、それから、まあ、その頃の天井を冷やす天井冷房とかですね、そういう輻射面を使った、まあ、技術がだんだん実用化してきて、ここではやっぱり床を温めるのが最高だろう。ただし山の中ですから、水の配管なんかをすると特別の恐れもあるし、面倒なので風を流すっていうのがですね、どっかに漏れても問題はないし、で風を流してその風を部屋の中に入れれば、まあ、換気にもなるしという、温風エア暖房というのを採用したんですね。ただ、まあ、環境的にはそれが私は大変成功したんだろう。それからプランなんかはですね、安藤勝雄先生仕込みのいかにシンプルにするかという、シンプルにするしたそんな平面を私基本的にはお話しして松さんにお願いしたんですね。工費の制約もありますね。初めはもう少し大きかったんですけどね。まあけどそういうかあれですかね、要素が、ちょっと多くなるとちょっとそのこうおかしいんじゃないのかっていう感じ の, あのチェックをしているような感じで、でまあフレキシビリティがあるっていう、いろんな使い方ができるっていうことと、あとあとにこう何こうですね、メンテナンスも含めてっていう視点で、やっぱ私がそういうからすると、すごい感じてたのは、常にこう周りとかその中にいる人たちのこう視点っていうか、でだから別荘で設計した時も
あのどこに配置するかっていう先生がなんかすごい傾斜地のなんか骨みたいなところの上の一番奥に建物を配置したんですけど、そういうところっていうのがなんか僕ら的にはあの大学で習った時、まあ、あのよく茶室の話もされてたり、あとパッシブのなんか住宅の話とかを設備の話っていうよりも全体建築として設備と融合されたものとしてよく僕らにこう雑談的に話してもらったのが、あの実際一緒にクライアントとしてやってみるとその辺もあのなるほどなっていう、あの木も随分こっから座るとここにこういう木があるからこれは切らないとか、そういう話も含めてなんかこう人と環境と、なんかこうの関係を先ほどずっと私の話聞いてなるほどなというふうにちょっと思いました。先生はあの、まあ、ご自身の住宅だけではなくて、堤誠二さんの住宅も菊竹先生と一緒に設計になっていて、まあ、その住宅の図面はないんですが、その時もインドの住宅の調査をされたというような話を伺ったんですが、はい、あのインドに行ったきっかけがですね、堤さんにお宅を設計するときに、お会いしてくれたのが堤誠二さんの奥様ですね。それで、月に何回かいろいろとお話を聞いてたので、そしたらちょっと私なんかと生活環境が違いましてね、外国のホテルの話とかですね、ちょっとレベルが違うので、なんか貧乏暮らししている私たちはそれじゃダメなんだということを誰かに言われてね、まあ、世の中で一番その安上がりにですね、高級な生活を味わえるのは今やインドであると。でインドに行ってこいということで私の友人と一緒に、まあ、行ったんですね。それでその時にアッシャ・サラバイさんのクルリが設計したお宅を伺いしたんです。それはですね、大きなお庭があって、入り口にはですね、まあ、当時のことだから、なんか武装したね、守衛が立ってるんですね。で、その玄関入りますとね、車でですね、お家のあるとこ行くのに、ね、数分かかるぐらい、そういうお屋敷なんですよ。でその途中にクジャクがいたりなんかしましたね。でそこにコルビュジェの道があって、それが見れるというんで、まあ、そこで昼食をごちそうになったりしたと。それでやっぱりそういったですね、リッチな生活をそこで味わったと。それで堤さん奥様との話もですね、多少はできるようになったというね。でやっぱり建築をやる人はそういういろんな実際体験して経験しできることは、まあ、するべきだと思いますね。でそれを楽しまなきゃいけない。で、その設備設計は無事成功したのでしょうか。あ、堤邸ですね、はい、これはね、まあ、自慢話になっちゃうんですけどね、そこの設備設計で特にエアコンはね、まあ、徹底した設計をしたんです。でその時に私に与えられた条件は工事費は無制限、ただし絶対にクレームが出ないようにしなさいよと菊池さんから言い渡されて、で考えてみたらね、設計者にとってそれは最も難しい条件ですね。なんか我々さ、できないことがあるとね、口実にね、いやこれは工事費が足りないからこうしたいと思ってたけども、節約したからしょうがないでしょっていうのは逃げ道ですよね。だから工事費なんか関係ないって言われたら、そういう逃げ道がないわけですよ。
それからクレームのないものっていうのは、ね、実際上はなかなかできないんですね。でクレームが回ってもそれを表立たないように処理したりまあなんかしたんですけど、必ずクレームがあるんですね。そういうクレームも絶対にないようにというんで、私としては大変そうですね、今まで依頼された設計の中で一番大変な設計でした。で実はその結果ですね、積亭の竣工のお祝いに今結構パーティーを開いてくれて、でその席でお話をして、ところで奥様この家でね、まあ、一番気に入ったところはどこですかという質問をしたら、この家に引っ越してから家族は、ね、風邪ひかなくなりましたっていうんですね。それが一番気に入ってますよと。でその他なんかないですかって言ったら、あとはあまりないんですね。隣に行く北区さんもいまして、ね、建築の話が出ないといけないのに出なかったんで、北区さんなんか偶然としなんか教えてありましてねでそういう意味では本当に最新の気を配った拡張設備だったと思っております。当時、まあ、今クレームという話が出たんですけど、本当に設備はクレーム産業でしてねまあ現役の設備技術者も日夜クレームと戦うわけなんですけれども今みたいにその本当にお客さんからクレームがなくて喜ばれるっていう設備設計はやはりこれからも目指すべきものなんでしょうね。うん、まあね、実は設備とクレームってどういうふうにお考えですか。あのね、まあ、設備設計士なんてはね、設置はねほとんど認めてくれないんですね。衣装設計士中心、まあ構造と設備っていうのはその近くだと、そうするとなんか存在意義がないっていうか、いなくてもいいよ、ね、なんかせっかくやるんだからある程度認めてもらいたいと。でこれがですねちょっと、まあ、大変悪い話なんだけども、クレームをね仕込んでるんですクレームを怒るようにしてるんですそれでね、ただそのクレームはさっと直せるようにそうするとね、あのビルが竣工してね、クレームがねこのエージェントしてないから接しがる電話かかってきます、設備がどうなの。それでは早速参りましょうって言ってですねああ分かりましたと、すぐ手配しますかって言って、それはもう仕込んでクレームですからねさっと直すんですよね。そんなことでもしないと首都設備エンジニアっていうのはさ、あんまり初めからねクレームのない建物をすると、ね、いてもいなくてもいい存在なんですね、うん、で構造のエンジニアなんかそういう意味でね、接種とあんまり関係ない。で構造が問題を起こすっていうのはそれこそ地震が来て来れるようなそんな時でしょ。だからやっぱり設備屋さんっていうのは接種との関係が石尾屋さんよりも深いことがある、皆さんご経験なさってるんじゃないですかね。だからもうちょっとずるいと設備にクレームを仕込むって早稲田大学を大官になりますね。でその後、まあ、今日に至るまでいろいろな社会活動を先生されていらっしゃったんですが、環境設備で大丈夫ですか、ね、この創設をなさったのはどういう背景からなんでしょうか。あのね、やっぱり設備っていうのは、まあ、単にエンジニアリングだけではいけなくて、やっぱりなんて言うんでしょうかね、デザインされた美しさとかね、社会性とかそういうのがなくちゃいけないと。それでそういった研究会を空調衛生工学会の中でそういう委員会を作ったんですよ。それでやってで、設備賞を設備今設備賞ってあるんですけども、そういったデザインなど
全体的なものを目指してですね、デザイン賞を作るべきだと提案したんです。そしたらまあ理事会の学先生がね、区長語学会にデザインなんて言葉はなじまないと、それはやめなさいって、でまあやめることだったんですけども、まあその時にですね、いろいろ当時社会的にも景気のいい時でね、いろいろなところから研究費なんかもいただいて、でそのためにその研究費でもってなんか研究員を5、6人全額研究費持ちで、カナダのですねバンクーバーであったなんかそういう設備の大会に論文を執筆して、みんなで、ね、全額まあ大学の研究費持ちで出かけたりしたぐらい、まあ、豊かだったわけですね。でそう言われたんでしょうがないと。でたまたまその時に建築設備総合協会というのがあって、そこで引き取ってもらいたいと、身ぐるみ身お金を持っていくからっていうんで、それでそこに、建築総合協会にですね賞を作りたいっていうんで、まあ、デザイン賞委員会っていうのを持ってきて、それでそのデザイン賞のためのいろいろな評価条件やなんかを整理する仕事をやって、それなんかの時に日本設計の副社長をされてた佐藤さんが非常に一生懸命やってました。それで設備設計デザイン賞というものを作って、もう何年になりますか、もう13回か14回ですね。14回でその時にね、で審査委員長にはね建築家がなるんです、で空調工学会賞とかそういう賞ですね、例えば空調工学会賞っていうのは設備屋さんが、まあ、評価の委員長ですよね。でみんな仲間同士で選んでるわけですよ、評価の人がね。で私はそうじゃなくもっと広く一般の評価に応えなきゃならないというわけで、まあ委員長に建築屋さんに来てもらって、それから審査員もですね当時非常に広くね、写真家の方とかお化粧の研究家とかね、そういうような人も入れて、組織して。いよいよインタビュー締めくくりに入りたいんですが、だんだん質問が難しくなるんですけども、よろしいでしょうか。いや、まあ、締めくくりってどうかないね。もう思い出だけではないんですけど、もし先生、建築家であったら、どんな建築家になっていたかっていうのを想像も到底なれなかったんだろうと思いますね。やっぱり建築家は石井先生にとっては違う分野であったってこと。いやだから、まあ、建築志望したけども、なんか挫折したわけですよね。山田も先生のとこ行ったのが今考えたら間違えて、まあ、おそらくね、日建設計にいたらね、なんかもう少し楽とやって、まあ、なんてことなし、終わってたんじゃないかなと思いますね。山田先生を知ってて、日建に来たら、日建のアーキテクトのその、のんきさとかのんきさとあぜんとしたぐらいですからね。面白いですね。なんでよくこういうね衣装デザイナーとして務まるんだなっていうなんかちょっといらっしゃって。とするとじゃあ今、あの設備のうちに住んで日建設備を設計して、その時の仕事でしかも社会に出て、教職を終わられてからはいろいろな社会活動をされて、まだやり残したことはございますか？
いや、それはもういっぱいあるんですけど、そうあるんですけど、ちょっとパチミツをお聞かせになりませんか。いや、もうね、実は建築には具体的にあんまりなくて、私あの下手くそですけど、絵を水彩画描いて、もう個展を1回、今度3回目を開く。実はその昔、画家になってみたいなって思った時があるんですね。だけど、父親に言ったら、お前絵描きになっからなっても食えないからね、やめといた方がいいぞと言われて、まあ断念をして。だから、もし元気だったらもうちょっと、ちゃんとして。何かもう少しユニークな絵を作りたいなと。おりますんで、だからそれは思い残しに当然なるわけですけどね。そしたら今度は反対に、今いる建築関係のこれからまあ若い学生、技術者、アーキテクトもいれば構造の設備もいろんな技術者がいるとすれば、この人たちにお残しになることは何かありますか。そうですね、あのやっぱり時代っていうのはどんどん動いてきますんでね、あのその昔私が大学で皆様に語ってきたことは、まあ、すでに昔のお話だけど、まあ、で今度は新しい時代が来ますよね。特に日建設計なんかやってることがどんどん変わってきてると思うんです。でその昔はあの設備だと配管図面を描いたりですね、ダクトのサイズを計算したりっていうのが一番大切なね、強化された時代があったんだけど、今の日建にとってそういうのはですね、それを超えた新しいプロジェクトマネージャーっていうか、それからもっと建築の広い意味のね、建築という段階だから、あんまり昔のことにこだわらなくてやるべきじゃなかろう。それからもう一つね、いつもいいんですけど、やっぱり古いことに中にもいいことがあるわけですね。だからそういう古いことのいいことを残していきなさいと。それから古いことの中で悪いことがあるんですね。それは断固打ち壊していきなさいと。だから守ることとですね、壊すこと両方大切なんですよと。全部壊してしまったらおしまい。やっぱり守るべきことがあると思うんですね。それは断固守ると。で壊すべきことは断固壊すというのが私の前に趣旨でございますね。